旧ベリーキエルウキクレムリンの敷地内にある第二次世界大戦記念筆の紋章をベリーキエルウキはロシア連邦のプスコフ州南部の町。蛇行しながら流れるロバチ川の下半にある。町の名は大きな蛇行という意味。人口は10万4979人で、プスコフ州では2番目に大きな都市であり、ベリーキエルウキ空港もある。南にはロシアとベラルーシの国境がある。 ベリーキエルキの名は、年代記の1166年の上に初出する。1211年に、ノブゴロド公国がクレムリンを建設し、プスコフやノブゴロドの南を守る、戦略的に重要な都市となった。1478年、イヴァン三世の統治するモスクワ大公国に、併合された。リューリク朝断絶後の大動乱の時代、この町は戦勝者にセ・ドミトリー一世と、 ニセドミトリー2世の支配下に置かれ、1611年の戦いで完全破壊されたが1619年に再建された。17世紀にはロシアはベリーキエルーキを拠点に、南のリトアニア大公国への侵入を繰り返し、ポラツクやビチェプスクなどを征服したが、ポーランドリトアニア共和国の反撃により、ベリーキエルーキはリトアニア領となり、百七十二年の ポーランド分割で再びロシア領となった。20世紀初頭にモスクワとリガを結ぶ鉄道が建設され、サンクトペテルブルクとオデッサを結ぶ鉄道も成功を通ることから、鉄道路線の集中する街としても繁栄した。第2次世界大戦では、1941年と1942年、ロバチ川や東西南北への鉄道が走るベリー系、ルーキ周辺は、 ドイツ軍とソ連軍の激戦地となった。1942年末のベリーケール行きの戦いでは、街に立てこもる7000人ほどのドイツ軍部隊がソ連軍に包囲された。数ヶ月間にわたり、スターリングラード攻防戦にも匹敵する激しい攻撃戦、紫外戦が行われたが、ドイツ軍は包囲された部隊を救援する作戦に失敗し、1943年1月に降伏した。 この戦闘で街並みは完全に破壊された。ベリーキュエル機はソ連邦元水コンスタンチン・ロコソフスキーの出生地とされる。またソ連邦英雄となった兵士アレクサンドル・マトローソフはこの地に眠っている。この近くの村で生まれた音楽家モデスト・ムソルグスキーの記念館は町からほど近い湖のそばに立っている。ありがとうございます。